私はイルビちゃんという女の子の役だったんですけど、イルビはいつもビッケと一緒にいるとても元気な女の子で、ちょっとおませな女の子なんですよ。実はビッケのことをちょっと気になっているような感じがあって、ビッケのことを思いつつもある方にちょっと心惹かれるんですけど、でも最終的にはみたいな感じで、そういう気持ちをところどころに表現していくっていう部分と、ビッケと一緒にやっぱり楽しく冒険していくっていうシーンがすごく描かれているので、そこの面で心から楽しむっていう部分をすごく意識しました。とにかくすっごくパワフルで、吹き替え私普段からすごく映像で見たりするんですけど、向こうの役者さんの演じているお芝居に合わせて吹き替えるっていうこともすごくたくさんあると思うんですけど、それをさらに見ている私たちにこう面白く伝えるっていうのが本当に敷き詰められてて、もう何度笑いそうになったことかっていう、本当に楽しくってすごいなんか刺激を受けました。思い出は本当にいろいろあるんですけど、中でもやっぱり印象的だったのが、初めて舞台をしたフランダースの犬ネローって探しに行くシーンがあって、その稽古中に全然吹雪の中探している感じがしないって稽古をつけていただいた時にダメ出しを受けて、そういう初めてのことが本当に多くあって、一つ一つがとても刺激的で、そういうところで学んでいったっていうのが思い出の一つにあります。目標があるといいかなってすごく思って、小さなことでも大きなことでも自分が何か迷ったりした時に、私はなんで声優になろうと思ったのかなとか、そういういろんなことを思い返すことで、自分のなんか信念みたいなことがそこにあると自分がすごく助けられるので、何か目標があるといいかなと思います。